出川哲朗と松村邦洋感動秘話。出川と松村はテレビに出る前の下積み時代からの親友。極貧生活を送りながらもいつかお笑いで天下取ろうな、俺らで日本のお笑いを変えようななど、大きな目標を抱き合っていた。そんなある日、松村が笑っていい友のオファーを受け、出川は家でドキドキしながらテレビを見ていました。得意なモノマネで大爆笑の中、いきなり出川のモノマネを披露するも、まだ全然テレビに出てない、出川のモノマネなんて受けるはずがなかった。その日の晩、出川は怒りと悲しみを松村にぶつけるも、松村はてっちゃんのためじゃなく、自信のあるモノマネだと説明。その後も、松村は出川のモノマネを続けた。出川が少しずつ仕事が増え出してきた時に、松村からの電話が、やりましたよ。今日、昼の収録で、てっちゃんのモノマネしたら、会場中大爆笑を取りました。言った通りでしょ。受けるモノマネですから、電話越しに松村は泣きながら話した。